超高エネルギー宇宙船は宇宙船物理学において 1018EV より大きな運動エネルギーを持つ典型的な宇宙船とは非常にかけ離れた静止質量とエネルギーの値を持つ宇宙船である。特に GZK 限界の 5019EV よりも大きなエネルギーを持つクアは最高エネルギー宇宙船とも呼ばれる。高エネルギー宇宙船は 宇宙マイクロ波背景放射の光子に散乱されてエネルギーを失うことから GZ 経験界は約1.6億光年の長い距離を渡ってきた宇宙船が持つエネルギーの上限と考えられている。このことによりイークアは初級中から生き残っているものではなく宇宙論的に若くどこかの超銀河団から未知の物理的過程を経て放出されたものと推定される。 これらの宇宙船は非常に稀である。2004年から2007年にかけて行われたピエール王子観測所での最初の観測で5.7019イブを超えるものは27回しか観測されなかった。これは3000平方キロメートルもの面積を持つ観測所で4週間に一度程度しか観測されないという少なさである。この宇宙船の正体は陽子ではなくヘリウム。 またはより重い原子核と考えられている。想定されるイークアの発生源は粒子を1ゼタ電子ボルトまで加速することからローレンス・バークレー国立研究所のベバトロンやフェルミ、国立加速器研究所のテバトロンに倣ってゼバトロンと呼ばれる。2004年にはジェット内の衝撃波に起因する粒子の拡散加速によって銀河ジェットがゼバトロンとして機能する可能性が考慮された。 具体的には、近隣にある M87 銀河の宇宙ジェットの衝撃波が鉄の原子核をゼブの範囲まで加速することができるというモデルが示唆された。2007年に、パオは暫定的ながら、近隣の活動銀河核の中心部にある超大質量、ブラックホールとイークアを関連づけた。グライブとパブロフによるより、推論的な提案では、 ペンローズ家庭による超重量暗黒物質の減衰によるものとしている。ありがとうございます。